はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いと申しますえ今回はですね公認心理試験対策講座オンライン2020心理学二択クイズアクスラインによる 遊戯療法の原則というテーマで短く簡単にお話をさせていただきたいと思いますこちらですねツイッターのアット公認66っていうアカウントでですね出題させていただいた問題なんですけれどもこちらの答え合わせをしていきたいと思いますアクスラインは子供の遊戯療法に7原則を設けたというものです丸かバツかになりますアーカイブでご覧になる方が多いかなと思いますのでちょっと考えたいという人はですねこのあたりで動画を止めてお考えください 回答申し上げてしまいますこちら×、えー、になります、えー、このあたりの領域不安な方はですね公認心理試験必勝キーワード66の107ページあたりをご覧くださいそうですねアクスラインによる遊戯療法の原則ですけれども